世で一番似合うのは多分君だと思う。よく誘えた、泣きそうだ、夏祭りの最後の日、綿菓子を口で溶かす君は綿菓子になりたい僕に言う。楽しい僕はうなずくだけで気の利いた言葉も出てきやしない。君の隣歩くことに慣れてない、自分が恥ずかしくて思いがあふれたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔口ずさんだ歌にもたまに目が合うことも深い意味なんてないのだろう。悲しいけど君が笑ってくれる、ただそれだけのことで僕はついに心の場所を見つけたよ。うるさくて痛くてもどかしくて思いがあふれたらどうやって、どんなきっかけタイミングで手をつないだらいいんだろう。どう見ても柔らかい君の手をどんな強さで掴んで、どんな顔で見つめればいい。綿菓子になりたい僕は言う。楽しい